はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。サンブレイク引き続きマスターランクやっていきたいんですけど、ちょっとね装備の構成を若干変えて回避性能上げてきたみたいな、そういうところはあるんですけど、この回避上げた状態でちょっとねバサルモス攻略していきましょうか。なんかね G 級で初登場かみたいなこと言ってたんですけど、全然ねなんか過去に倒した記憶があるらしくて、記憶というか記録があるらしくていや記憶に全然ないんですけど、なんかね普通に今までいたらしいので、まあなんか気にせずに買っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。あ、いるいるぞ。待って、そう出会う前に儀式と行きましょう。シャキーン、よーし、いいぞ。いいのかそう、回避してない。ちょ、方向長いんだな。避けれるかな、あの方向って。そう、さあで、この防衛してる。ちょ、尻尾切りたいな、できれば待って、コロリン、なんかコロリン、うわえ、ちょっと待って、すげえコロリン。待って、体力が早速まずい。はい、美味しいです。で、ふん、毒にも頑張ってもらうという方向でよろしくお願いします。ふん、待て、避けます。で、あ、ちょっとどっか硬かった。どこやろ、お腹かな。今なんか避けた、気のせい。あ、それはまずそう、それはちょっとね、そう、発動時間長いから多分避けれないあ、でも今どう、1秒なかったぐらいのなんか毒のモヤ大大モヤモヤ具合やったんで、ワンチャン避けれるぐらいかな。いや、今回避性能4積んでるんですよ。なのでなんかあわよくばなんか耐えてみたいな、そんな感じを目論んでるんですが、全然避けれてない全然避けれていない。一旦ゲージ、どっか硬いんだな、どっかちらほら硬いんだな。まあ、ただその黄金剣もついてるので、切れ味がね、硬いところに当たっても落ちないというのは結構でかいかもしれない。ふっふっ、あ、ちょ、下手でそのモーションは防衛なのか。そう、回避の、ね、回避積んでるイコールちょっとねモーション覚えて避けたいみたいなところあるんですけど、ちょっと今のところ避けれてないちょっと待って、それまずそう、まずそう、痛み守ります。ドッスンドッスンしてる。今ですか、今です。で、尻尾避ける必要なかったこれどうなんやろ、顔とかって硬いんですか。ちょっと顔叩こう、顔高いんだな、顔硬いね、顔硬いから、ちょっとお腹っていうか、なんかこの辺でザクザクしないと弾かれちゃうか。待ってください、避けます。で、確かあれですよね、お腹の殻壊せれますよね。ふん、今チャンスか、微妙、わからん。で、防衛して毒が来る。ちょっと毒いった見守り、ちょっとね、創建のリーチだとどうしようもないわ、あれお、マヒナイス、ここくんくんくん、てい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 て、ダメージがね、ちょっとあんま通んないなんかでも、どう、配信出てるところがある、分からん、なんかどっか弱点部位なんか足元にあるんやろうなみたいな、そんな感じはするんですけど。で、毒がね移動中も入るのいいですね。よし、ジャキーンってボルボロフと出会っちまったようだが、あ、そう、それは不意打ちか、どうなる。おー、よし、ボルボロスが操流できますので、ここは乗せてもらいましょうか。行くぜ、デイくらい、よーし、いいぞ。今回のね討伐対象はもうバサルボスなので、もうボルボロスで必殺技まで持っていきたいなみたいな、そういう思惑なんですが、くらえからの、もう必殺打っちゃえ、いくぜ、でやーでやー、で、尻尾切って、役目でしょ
ちょっと尻尾切れる。それ何やられないやろ。そばから水かなこれ。なんかね、そうガチってガチって青くなってるけど、さあなんか膝がダメージが通りがやっぱいいね。ちょっと待って、あ、ちょ今日初めての潜り攻撃。ちょっと待って、それずる言いたいです。なんかまだらあ、ちょっと待って、マダララが何かをどっかに置いてくれたらしいんだけど全然拾いに行けんかった。わかんない、ちょっとどこかわからんけど、ちょっと切りかかるか。ふっ、暗い。ビエが結構なんかおとなしいモーションで来るのが、そう全然全然見れていないが、それは何する。あ、麻痺ってないです。麻痺ってなかった。今勘違いしました。待てよ、一旦鬼人化して、ここカチン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 、おお危ない。そうスタミナないです。あーちょ、今潜るのズルなんだよな。ズルではない。待って、さっきそれにやられたからね。やめてください、やめてください。あ、出てきた。ここ本当にここで毒は入ってそう、毒入ってますね。でそれは炎を巻いてる。ちょっと待って、これ近づけないから一旦再生させ直して、フッ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 、これでゲージがそう溜まりましたね。よし、じゃない時のステップが変わる。そう、なんかかじられた待って、毒ガスがある。あー、ナイス。これどうなん、あー、なんかでも脇柔らかい、脇叩け脇双剣では普段届かない高さなので、ちょっとここぞとばかりに脇叩きましたが、痛いです、痛いですか。待って、お、転んでる。ちょっと待って、あ、こっち側硬い。待って、この辺か。脇。さあで防衛してる。ちょっと待って、一旦体勢立て直して、携帯食料飲んじゃった。ちょっと間違えた。粉塵。で、潜り攻撃来てくる。出てくるタイミング。痛いです。タイミング見れなかった。しっかりやられたね。そう。おー、今日初めて。今日初めてのブレス。移動するらしいので追いかけましょう。で、追いかけながら、どっかで儀式を挟みたいが、ここか。ちょっと思ったより止まんの早かった。儀式、よし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 、いいぞ。なんかキョロキョロしてるが、くらえー、待って、それはちょっとね、無理そう。ここ危ない。で鬼人状態にして避けます。今のは普通に多分範囲外まで逃げた。回避性能多分仕事してなかったさあでザクザク切って、尻尾切れる気配ないんだな。ちょっとお腹 V 破壊してるかな。なんかね、ちょっと若干殻が壊れてる感じある。気のせいですか、ちょっと分かんない。なんかこんなんだっけみたいな、こんなんだっけっていうお腹してるんで、多分お腹のダメージ通りと信じてるんですが、コロリンが思ったより転がってくる。詰まって、危ない。暗い。ふっふっふっ。で、それは何かをどこかに入った。ちょっと飛んじゃった。待って、上がりましょう。ふっふっ。そういえばなんか、こう痛いです、こういうあ、こういうのでも使えるんですよねこういうの使えるんですよねっていうか、かけり虫攻撃、どんな攻撃やったっけってあんま覚えてないんですが、しっかり引かれて、かけり虫が欲しい時いなかった。回復しましょう。今がでもブレスが出ないということは減ってるので、めちゃめちゃ多分チャンスだとは思うが、ちょっと待って、突進。さあ今膝、お腹、危ない。でぼち立ち位置戻るときに、待って、ここ今チャンスか。
基本的にあれですよね、もうなんか遠距離攻撃はもう関係ないので一気にチャンスになるが、さあ転んで、ちょっと待って、ここどうこんなに通ってない、ちょっと微妙やった。で防衛なって本気になるということは疲れが終わっちゃうというところなんですけど、この待って危ない、今なんかタックルについていったぞいやタックルについていってワンチャン回避性能で避けれへんかなと思ったんですけど全然ダメでした。うげえ、ちょっと待って、痛いです、やば。一旦体勢立て直し、タック美味しいです。結構一発が重いね。でバサルモスが潜って、ちょっと待って、ボロボロスの防衛にさ邪魔されるのちょっとマジつらい。ちょボロボロスさんどっか行って扱いの悪さで何かに対して攻撃してた。待って、コロリン結構強いんだな。そう、一旦回復で今防衛してる間チャンスか。羽が硬かった。待って、コロリンが思ったよりフォーミングしてくる。どう今どんなもんなんかあんまダメージ取ってる感じがしないのは気のせいではなさそう。なんかこの辺の下っぽい、ここか、いるちょっと待って、いるし、ちょっとなんか仲良く、ちょっと2人いた待って、いえ、あれ待って、それバサルモス どっか行く、もしかしてどっか行くのか。来た、いますね。ちょっと待って、そう儀式もう一度、こっからバサルモス硬いからね、切れ味を維持したい。待って、それは何、よくわかんない動きやったなんか噛みつき攻撃みたいな感じやったから。で毒は一旦距離を置いて、で何かが来た、ちょっと待って、ビシュ天狗か、あれはおそらく、そう痛いです。そう回避がうまくできてなかった。ビシュ天狗どっか行った、どっか行きましたね。さあでゲージは維持したいので、ちょっと一旦ザクザク切って、いいぞビエー。さあそれは何するの、わからんあーコロリンはダメなんす、コロリンからすげえ逃げたさすがの双剣のステップや。いいぞ、待って、突進ずる、突進コロリンずるなんだな。脇膝、お腹、待って、そう嫌だ、おーなんか捕まえてる、それなんか釣りみたいになってるあそう、これ以上先行けないっすみたいな感じで止まったで炎出してくる、一旦ちょっと状態変えて、ザクザク切る、ちょっと待って、ここで銀乱舞、暗い、毒ぶち込め、あちょっと硬い、ちょい硬いとか、あのズルではない、いやズルだよ硬いのズルなんだよな、硬い、待って、しっぽくるりん、しっぽくるりん痛いです、待って、あもらってない、セーフ、待って、これ欲しい、やったぜ。でビエーしてる、今チャンスか、危ない、ステップで範囲外に逃げて、でタックルもう一丁くる、ここ切りましょう、ほらそれは何、チャンスか、チャンス攻撃っぽい、ふっ、ちょっと待って、スタミナがないです、ここ行くぜ、ふっでタックルしてる、ちょっとステップで近づいて、硬い、ちょっとそう、なんかバサルモス硬くてなんか地味な気がするそんなこと言わない、今避けたでしょ、今ちょっとね完全に当たってたよ体回避性能がちょっと初めて仕事したかもしれん。お弱ってきた、ちょっと待って、弱ってきたが、どっか行くか、いやそんなことなさそう、
ここ落とし穴、こここっちおいで、来い、来てお願いします、バトルモンさん、来た、やったぜ。あとは投げるだけ。よーし、なんとか一回ね、一回やられましたが、なんとか捕まえることができましたね。いやー、もうなんかダメージがねちょっとちっちゃかったから、もう本当に、なんていうんですか、そう、ちょっとね硬いところが多かったので、もう毒持ってなんとかみたいな、そんな感じではありましたが、なんとか生きて帰ることができそう。ちょっとマジになっちゃう。よし、お疲れさん二人とも。よし、といったところでね、今回はなんかいないことにされてたバサルモスを毒持って討伐していきましたが、ちょっと硬かったね、まあその分毒で補ってみたいな、そんな感じでなんとか討伐できましたので、また次回も引き続き狩りやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。